恋ま太極拳のリエです。エミです。はい、今週もレッスンの時間がやってまいりました。私何ヶ月か前に、はい、背中の話をしたと思うんです、はい、忘れてないです。私も忘れてないですでも結構最近ね、お腹周りとかね、うん、になんかちょっと集中してたなと思って、そろそろみんなからも背中とかやってほしいなって言われそうだなと思って、でちょっと集中トレーニングみたいな感じで、ちょっと3回に分けて肩周り、背中にも効くこの辺りね、をちょっとやっていきたいなというふうに、はい、思いまして、3回シリーズでやっていきます。そうですね、肩こりとかにもね、多分いいと思うし、はい、そうですね、うん、あと巡り良くなるし、あと背中とか、後ろ側って結構やっぱりたまりやすいなっていうのは自分も思っていて、うん、ちゃんと結構気をつけて動かすようにはしてるんですけれども、やっぱりその普段の生活の中でこう後ろっていうよりはこう前になっちゃうから、うん、そうですね、こうたまりやすいなっていうのはあるから、はい、やっぱり意識して動かしていく、うん、何かこうお役に立てばと思いまして、はい、ちょっと3週にわたってお伝えしていこうと思います。はい、では早速肩周り背中のエクササイズ、なんていうの3シリーズ、そう3シリーズで、今日からね3回に分けてお伝えしていこうと思います。で今日の、ね、動きを早速見ていただくんですけれども、動きに入る前に皆さんに一つ準備をしていただきたいものがありまして、今日ねエミさんも持ってきてくださってますが、こういったボトルが、まあ、一番用意しやすいかなと思うので、ペットボトルだったりとかこういう水筒、中身は抜いておいた方がいいと思いますけれども、こういったボトルを一つご用意ください。でそうですね、はい、ちょっと長ければ長いほど今日のエクササイズはやりやすいかなとは思うんですけど、まあ、とりあえずまずはね500ぐらいの、ペットボトルをご用意いただければと思います。では早速このボトルを使った動きを見ていくんですけれども、では今日はね後ろ向きでやっていこうと思います。で今日ね肩周り背中しっかり動かしていくっていうエクササイズなので、背中向きでやってもらうんですけれども、じゃあボトルを使ってどういう風にするかというと、後ろでボトルをねバトンのようにして、バトンタッチというかね、こうボトルを持ち替えます。こういう感じでもう一目瞭然だと思うんですけれども、後ろでボトルを渡して腕を大きく回して、反対の手で受け取ってっていう感じで、大きくね腕を開いてキャッチして、もうこれはもう説明抜きでもうしっかり動かしてる感じあると思うので、そうですね、一目瞭然だと思うんですけれども、こういう感じで背中を意識して、あと肩周りも自然に動いていくので、普段まあなかなかやらない動きをボトルを使ってこの皆さんと一緒にやっていこうと思います。はい、では先ほどの説明を踏まえて皆さんと一緒にやっていこうと思うんですけれども、ぜひね2分トライしていただければと思います。でこれ慣れてきたらね2分の間に回数増えてくると思うんですけれども、まあ慣れないうちは、特に私背中すごいガッチガチなので、今日はエミ先生よりも、長めたまたまね持ってたのまあまあまあそうなんですけど、はい、そうちょっと長めのを用意して、はい、でもしっかり動かしていきたいのでね、皆さんと一緒に2分やっていこうと思います。では皆さんもボトルを用意して、姿勢ね取っていただければと思います。ではでさっき言うの忘れましたけど、姿勢はねいつも通り楽な姿勢で、肩幅ぐらいに足開いた状態でやっていきます。2分はい、2分いきますね、はい、じゃあ右から、はい、いきます。
結構大変だね。笑っちゃうね。いやでもこうやってやるといかに背中の意識が普段行ってないのかが本当によくわかりますね。これ感覚がなんかね、そうですね、あの正面で、うん、まあその情報が少ないから、うんうん、そうですね、でもなんかね難しいですね。これでもねやっぱりやってるとなんか慣れが、うんうん、出て、あこの辺かなっていうのがわかりやすくなってきます。自分の感覚だよりですね、もうやっていって感覚をそうです、うん、しっかり感じてそれを覚えるじゃないですか。慣れてきました。そうですよね、うん、このぎこちなさが皆さんこれだけの運動してるよっていうことでちょっと包み隠さずですけど、いやでも動いてます ね、うん、肩甲骨周りとかすごい動きを感じます ね、あのそれと同時に普段全然動かせてない感じも感じますね、感じますね、うん、いやこれはちょっと上手になってスムーズに動かしていきたいですね。そうですね、うん、でもちょっとずつ慣れてきた、うん、洋服を、ね、挟んじゃう。はい、お疲れ様です。はい、今週もエクササイズやっていきましたがいかがだったでしょうか。そうですね、今日の動きはあの、ね、ものを使ってやりましたけれども、やっぱりあれなんでしょう、やりにくいなっていう方はちょっと長めの、ね、ものを使ってやってみるとやりやすくなるかもしれないなっていう ね、うん、そうそう、今日ね、まあ、一応ボトルでやりましたけれども、うん、はい、なんかこうちゃんとキャッチできればいいので、うん、はい、いやでも私も結構ねしんどかったんです、うん、なんかあのなんていうのかな、可動域がちょっと狭くなってるなって思ったんですけど、うん、でも今日みたいな動きをねやっていくとまた徐々に動いていきそうだし、そうですね、あとやっぱり気持ちよかったですね。そうですね、うん、すごい楽になりました ね、うん、ね、軽くなりました。ゴリゴリ言ってました、うん、はい、そうなので、まあ、無理をしないであのちょっと普通のね500ミリリットルぐらいのペットボトルとかだと大変っていう人は、うん、あの別にペットボトルに限らず、ちょっと長くて、はい、あのしっかりなんていうの、タオルとかだとね、うん、ちょっとふにゃふにゃして、ね、うん、だから硬いものの方がいいかもしれないかもしれませんけど、うん、であの徐々にあの長さをね調節していくのと、あとまあこう短くしていって自分の可動域をね、うん、あの確認していくっていうのも前よりできてるなみたいな感じで実感しやすいと思うので、ぜひそのあたりをねあの意識しながらやってみてください。では今日のレッスンはここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。